ノーフォーク駅はアメリカ合衆国バージニア州ノーフォークパークアベニュー280にある駅。全米各地を結ぶ旅客鉄道のアムトラックが乗り入れている。ダウンタウンのハーバーパーク球場の東に隣接する位置あるノーフォーク駅は2012年12月12日に開業した。ノースイーストリージョナルサービスの拡充はアムトラック、アムトラックバージニア、バージニア州鉄道。 公共交通機関省ノーフォーク市線路の所有者ノーフォークサザン鉄道と CSX トランスポーテーション間の協力関係により実現した。当初、乗客はパークアベニューにある踏切近くに建設された長さ約220メートルのコンクリートのプラットフォームを使用した。2013年12月2日、新しいノーフォーク市の財源375万ドルによって、 建設された面積約325平方メートルの駅舎はノースイーストリージョナルと高速バスの乗客のために開業した。大きな窓からは豊かな自然光が差し込み明るく広々とした空間を作り出す。多様されたガラスが建物に現代的な感覚を与える。内装は快適な待合室、バリアフリートイレや切符売り場がある。 アムトラックの発着する列車は下記の通り、当駅から徒歩で乗り換えできる路線は以下の通り、ありがとうございます。